ます。それでは津山さんよろしくお願いします。皆さん、明けましてね。今日は本当に忙しいところをみんな大勢の方々がいらっしゃってくださいまして、本当にありがとうございます。で、私先ほどご紹介いただきました、私は高山法代表、日本代表法事務所のステイワン・アリアと申しますので、よろしくお願いします。で、これから、先ほど上映の中では、いろんなチベットの問題と、そういうことについて、多めの、なんていうか、そういうことは、その映像ではっきりしたと思うんですけど、で、この中にも、なんていうか、たくさんの方々がチベットのことをよくご存じである方もいらっしゃれば、そんな、あまり、存じてない方もいるかもしれないので、で、私、なんていうか、外来的に、まずチベット問題、は、のことをちょっとなんて話20分ぐらい話して、でその後は皆さんの方から質問を受けるようにこうしたいと思います。まずは、ちょっと20分、触っていいかなと挨拶ぐらいはちょっとあれ判定したい思いますので、まず皆さんに今回もし言いたいことは、この3月10日以降の事件で、日本にはたくさんのチベットのことに、関心を持ってくださる人もたくさんいるんですけど、でも3月その10日以降にはたくさんの日本の方々が関心を持ってくださって、だって、自分でできることはあるかどうかということを、事務所にも電話をかけてくるし、でまたなんかあるいろんな立場でみんなが参加したということはとてもありがたいと思っています。その中でなんていうか、大勢の人が、自分が今回こういうチベットの中にこういうのが起きていて、自分が黙っていたら、心細くなので何かしたいという、そういう本当になんていうか誠実な気持ちがあったこそ、なんていうか、比叡戦時でまた第二次チベット人が被災した、そういう平和的なデモ行進、また著作の著名運動とか、でまた日本の政府と国会にいろんな手紙を出したりもして、でまたたくさんの方々がなんていうか連続的になんていうか現代ライフスペシャルみたいな、そういうのもしたので、それはとてもなんていうか私もとても感動しましたし、で事務所を通して、でまた我々公明政府にもそういうことを報告して、みんながありがたい気持ちたくさんありましたので、それを改めてまた皆さんにありがとうということを言葉を申し上げたいと思います。で、そうで、チベット問題についてはまずは何ていうか私言いたいのは、今まで何ていうか日本のテレビとか新聞とかに報道された中には、中国の方のプロパガンダはとても強かったの でそのプロパガンダの中では一つは何が言ってるかっていうと、昔からはチベットは独立国ではなくて中国の一部だっていうことはとても強調してるんですね。でそれに対して、なんていうか我々の方のはそういう施設はなかったので、なんていうかみんなにもたくさんの人の方も、なんていうか昔からはチベットは中国の一部ではないかっていう、そういう疑問もたくさんあったかもしれないので、そのことについてちょっと述べたいと思いますね。それはなんていうか、チベットは1949年に中国に侵略された前からずっと法的にも、事実上も独立国だったということはとても明らかであります。歴史上もにも何ていうかたくさんのそういう本とか、証拠に見ても独立国家だったということははっきり、何ていうか明確に なっていると思います。でその中で私はちょっと皆さんに言いたいのは、8世紀と9世紀頃にはチベットは日本みたいに王国であって、その時孫前元宝とかチェソン・デュウテンとかチュラ・パチェン、そういう時代にはチベットは今と違って何ていうか軍事国だったんですね。その後軍事国の時には中国とモンゴルといろいろ戦争とかそういうのがありまして、ある時にはチベットの軍が中国の国土までも入って中国を侵略されたこともありますね。